どうもお疲れ様です9月10日火曜日朝6時の相場解説になりますえ今日はね色々と迷ったんですけどもおそらくあと一歩上昇はするんじゃないかなと思いますただし後で詳しく言いますけどもここを超えるような上昇はもう起きないんじゃないかなというところはありますね、まあ、今ねあの移動平均線から見ながら、まあ、上昇のトレンドを作っているところですけどもただねこの辺りで終わるんじゃないかなと思いますね、まあ、要するに この黄色い線のところまでは上がってこないってことです。まあそういうふうに思ってますね。まあでもね、昨日141円まで食い込んだのは、まあ思った通りでしたよね。月曜日141円まで行くんじゃないかなってことでお話したんですけども、実際141円台に入って、そこが円高方面に行く行動の原回転になった後にダブルボトムを作ったわけですよ。ね、ダブルボトムをこう作って、ここと、それから ここをボトムで作って、で、ネックラインの倍ほど上がって、さらにもう一月あったところで下がったということですよね。だから昨日は倍だけで取れたと思います。で、実際そういう相場解説をしましたし、ダブルボトムから上に上がっていくっていうのはそのまんまあ実現しました。っていうところで、月曜日からきちんとシビアに見れていけばね、ちゃんと利益は取れますよってことです。で、利益を取りながら、 1>, 1週間の見通しも立てていくわけで特に月かっていう見通しですよねそれが立つから今日の相場解説にも生きてくるっていうことなんですけどもじゃあね上昇が一旦終わって下落が始まってさらに大きく下落するかと思ったら今度はちょっと上ってきたとじゃそれによって上昇トレンドがもうちょっとだけ、ね、続くんじゃないかなって思ったそのプロセスについてお話ししましょうはいじゃあいつもとの通りに大きな時間軸冷やしから見ていきます 東はご覧のように下落トレンドがずっと続いてますね。一旦上昇してもこういった赤い移動平均線に阻まれてまた下に落ちるってことをしてますし、今ね、上昇トレンドに変わりましたけども結局これも N 字を変いて下に行くんだろうなと思ってます。で、あとはこのヒゲ先を抜けたら141円台から140円台、引いては130円台まで円高が進むというふうに考えてます。実際にアメリカの 利下げっていうニュースがね、まだ入ってきてませんけども、9月に利下げをするそうなんでね、あとは本当に利下げをする瞬間がいつなのかってことを待つっていうファンダメンタルの状況です。そうすると、130円台に入るというふうに考えてます。つまり、冷やしでポジションを持つ際はセルなんですよ。週間のポジションもセルなんですよね。 ただし、週間のポジションセルで持った場合、141円で最安値になりました、昨日ね。で、今143円台でしょそしたら、セルで持ってた場合は、今、一時的な含み損を抱えている状態なんで、えー、やっぱりね、勇気がいるのは、どの時間軸でも同じなんですよ。で、大方は下落に向かうんですけども、今、一時的に上昇に向かってます。4時間はどうかっていうと、赤い移動平均線に阻まれて、 一旦下がりましたねで今上がり始めてるとこですけどもこうなるともう一回赤い移動平均線にぶつかったら下がっていくってことが考えられるので、えー、1時間軸に移った時に確かに一時的な上昇は見せてますけども4時間とにらみながら今日ね相場を見た時にどっかで4時間軸の赤い移動平均線にぶつかってそれにつられて1時間軸も下に行くんじゃないかなと思いますね。 だからそこまでは上昇はあり得ると思うんですよ。ただ、倍でエントリーすることはちょっとお勧めしません。基本的には長い、一、えー、日足とか見たらお分かりのように、右肩下がりで一日足っていうのができていて、4時間も右肩下がりでしょ。だから私は、あセルで取ることをね、基本にするべきだと思います。昨日が一日限りの上昇トレンドだったっていうだけで、ね、またあー、こちらの下落への勢いっていうのはね、 戻ると思うんですよだからあと一方上昇はすると思いますけども倍で取りましょうって話じゃなくて伸びきったところでセルに切り替えて取っていくっていうのが今日の午後もしくは時間がかかるようならね上昇から下落に転じたところで、えー、セルで取るわけですからもしかしたら明日に食い込むかもしれないなっていうような見通しでございますはいじゃあ今日もよろしくお願いします